はいどうも、タクタクです。アームズやっていきましょう。本日はグランプリの、使うキャラがメカニッカで、レベル4。レベル4に行きたいと思います。なんでレベル4かというと、これクリアすると、ランク戦が挑めるようになるということですね。やっていきましょう。実はもう一回クリアしてまして、一通り、まあ、やったんだけど、まあ、ランダムに当たるみたいなんで、ちょっとわかんないけど、攻略というよりはまあこんな感じですの見てくれ。いくぜ。お、初戦はマスターマミーですね。いきましょう。マスターマミーはね、俺ね、得意な相手だと思う。多分勝ち方としてはこれリボルバーですね。接近してリボルバー攻めっていう。なのでまずは一旦こう、はい、距離を詰めると。でこのホバリングしてダッシュで詰め寄ってっていう感じですね。これこの時に投げると、しびれたら投げると、これの繰り返しだと思うんだよね。ホバリングしてダッシュで詰め寄ってガードしてる時はね、投げた方がいいと思うんだけど、ほっ、なかなかそういう隙を見極められないわ。ほっ、オッケーオッケー。あーやばい、ちょっと回復させたくないよ。俺が回復するんだって。あー回復、おりゃー、オッケー。これですね。マスターマミーには多分、これで、リボルバーの痺れで、余裕でいけると思います。よしよし、もう少しもう少し。ちょっと途中、ナメプをしてたらやられそうになってしまった。これが俺の良くないところだよね。勝ちそうになったら、なぜか気を抜くっていう。危なかったー。まあこれが1戦目。あと10戦プラスアルファあったりしますけどね。バイト&バークか。これはね、意外とクセモンなんだよね。どういこうかな。あんま近づきたくないんだよな。いや、逆かな。近づいて攻めるか。近づいて、これだな。リボルバー、ハンマーで撃ち落としつつ、リボルバーでスタンさせる作戦で。いきましょう。ほっ、ハンマーで撃ち落としつつ、スタンさせると。ほっ、オッケーオッケーオッケー。ハンマーで、オッケーオッケー、撃ち落とす。これ、チャージしてから、ダッシュして、チャージしてから、ダッシュして、ハンマー&、で、この時は投げ、あ、投げれない。ちょ、遅かったよね、よね。ハンマーの戻りが遅いから。投げるのが遅いと言ってたら投げられるっていうね。ハンマー、あ、オッケーオッケー。チャンス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 、めっちゃ回復できる、めっちゃ回復できる。ほら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 、今よ、とどめだー。あ、ガードできてる、ガードされてる、ガードされてるよ。でもこっちはおかげさまで満タン、満タンとまではいかんが、あ、満タンなのかな今。あ、ワンちゃんに攻撃されちゃった。あいで、ワンちゃんの攻撃力15なんだね。バイバイって言うと今バイバイだと、スイッ、オッケー、当たった。このシップスタンが強いよな、やっぱりな。あー、投げの一撃がでかすぎる。これちょっと気をつけよう、気をつけよう。逆転されつつある、逆転。お、危ない、気をつけろ、ガードしろ、しっかりガード、ガード安定ですね。ほっ、チャージはガード安定。これちょっとカウンターで決めたいな。いけ、あっちが打ってきたらカウンターで決める。いや、意外と強かったかもしんない。ちょっと俺が下手なだけかもしんないけど、まあ、こんな感じでちょっと2戦も行こう感じかもしんないですけど、もっと回復しよう。おりゃ、回復させないぜ、お前には回復させない。オッケー。なんかここあれだね、へこんでるからハマるといつまでたっても抜けられないみたいな、結構憎いステージですな。さあ、2戦目をクリア。スプリングマン、スプリングマンはなんで勝ったっけな。確かすごく接近戦をしたけど、今回これバスケットボールか。いやー、バスケットボールか、一番苦手かもしれない。これでホームだ、しびれ、で打ってきたらこっちも、はい、この何、このビヨンビヨン合戦みたいになってる。ほっ、で、しびれてるところを投げてきたいんだよね、俺としては。確実に。
勝つためには。ほっ、今やー、あーちょっと今完全に隙を作り上げてのさ、この完璧な作戦ね。これでしびれてくんねえかな。そんな投げたい、やった。あんまりこうジャンプしないっていうと私の作戦当たらねえんだよな。え、何今の、あ、びっくりした、入るかと思った。はっ、くらえ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 、やったぜ。スリーポイントではなかったんだ。あっ、あっ、いや安心したらこれだよ。あとこう逃げ続けてたら勝てる説みたいなのもありますけど、そんな姑息な作戦でいいです。どうしようかな。ほっ、この距離感を保ちつつ相手、まあ、これもうダメージないからな、こういうやり方でもいいのかもしれない。あともうね、あ、これでいけんじゃない。あ、いけた、意外といけた。まあ、あとはちょっとね、時は時に身を任せよう。あとはいや、そういう小僧な作戦を使わんと俺はバスケ本当に苦手だから勝てないのよね。あとは言いつつも、とは言いつつも今チャージが溜まってるから行くぜ、オラーゴール。いや本当でもね、これ勝てたけどまぐれに近いと思う。うん、うまい人にちょっと伝授してもらいたいわ、この作戦しか分かんないもん。第4戦。わー、めんめんね、めんめん。めんめんはね、これね、決まったんですよ。戦い方は。もう完全に決まってて。めんめんに近づくなっていうね。このアブでいこう。初戦落としてますけどね。初戦落としてますけど。まあ、近づかんっていうことなんだよね。めんめんには。あんまこう接近戦が強い気がするんだよ、めんめん。どうなんだ、武器に読んだかな。近づいてた方がいいかな。近づかないで勝つ。いいねいいね。このロックオン、右左回りかな、左回りからのロックオン、左回りからのロックオンを浴びせていく作戦。ほっ、この左回り、危ない、左回りからの今や、この時にカウンターを確実に決めていくというのもね。やばい、危ない危ない、左回りのロックオンを当てていこう。これでもあっちもチャージ溜まってっかな。このまま逃げ切ると、時間内まで逃げ切るっていう作戦も今俺の中に今出来上がってますけど、左回りのあんまり近づきすぎると危険よ。飛んでいきますよ、技が。危ない、ほら来た、爆発しろ。危ねえ、爆発してくれたおかげでなんとか助かった。今のはでも計算だからね、あえて爆弾を送り込んだのは。まさかあのタイミングで撃ってくるとは思わなかったけど、はっ、なんとか。ちょっと待って、あ、おい、もう逃げ切ろう、これもう逃げ切ろう、もう戦うメリットがない。危ねえ、やめてやめて、近づかんで、近づかないで。次はちょっとちゃんと勝つからね、次ちゃんと勝つから。だいたいこのぐらいの距離を維持して打ってきたら打つという、打ってきたら打つ。あ、これチャンスじゃない、これすげえチャンスじゃん、これ。ほっ、オッケーオッケーオッケー、この差はいけるでしょ。距離保ちゲーね、距離保ちゲーで、相手が打ってきたら打つ、打つ、打ってきたら打つ。 OK、 ほんと近づかないこと推奨ですわ、このステージは特に。高低差があるからね、真ん中に入るのも危険かもしれない。この高さを、高さと距離を維持して勝つといいかもしれん。出た、ツインテーラー。ツインテーラーは俺まだこれ初戦だな、戦ったことないな。レベル4はちょうどバレーだったんだよね、最初に勝った時はね。どうやって動き止めようかな。ダブルリボルバー、ロックオン、これでいこうか。同じだね、
かなりこの組み合わせが好き私は。あ、当たるって意外と。あんま近づかない方がいいかもね、ツインテーラーもね。これもだって早い系の素早い系のキャラだから、これも十分に間を取って、はい、これあげるよこれ。あ、食らってくれた、ありがたや。投げればよかったけど、まさか食らうとは思わなかったね。この、あ、やべ、カチ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 よ。この時に投げられると辛いんだよな。ほっ、当たんない、あ、当たった、よいしょ。爆弾これいいよね、追尾弾だから自動撃ってきたらカウンター。あー、でもよくできてんな、ガードできるね。さすがといったところだね。あの止まっている時に攻撃するのは絶対損だよね。あー、でもしないと、固まってるよ。でもパンチを打つことはできる。投げられたくない、危ない、投げたい、いやー当たんないよね、まずね。使ってきそうだな今や。降りたところ、うわー全然当たんない、当てる気あんのかっていうぐらい。これも時間稼ぎ作戦じゃないかな。8秒しかないし、なんか踊ってんなあいつ。逃げよ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 、さよなら、イエーイ。なんか時間をタイムオーバー多いよね、勝利勝ち方としては。当たった。え、そ、時間をスローにしている意味、危ない、あーまずい。あ、でも回復チャンス、おりゃー。しかも回復プラスチャージにタイミングがあったのこれな。いいぜいいぜ、回復するぜ。ほっ、もう負ける気しない、なになに、負ける気がしない、ひしゃ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 いって言っちゃったよ今。まあ、距離を取るですね、素早い相手には。特にツインテーラーとリボンはそうかな。第6戦、うわー、キッドコブラは何やんの。あ、伸びるバレー、やった、バレーで。キッドコブラも俺戦ってないな、前回も普通のバトルでは。バレーだ、バレーかなんかだった気がするな。ヘビーハンマーとリボルバーがおすすめかな、メカニックは。で、まずは弾を、はい、出す。今なんかラッキーだったな。はい、まずあっちに押し込む。で、こっちも、はい、まずはレシーブ。あ、危ない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 、はい、よっ、アタックで、ハンマーで、あー危ない爆発するよ爆発するよ、そろそろ爆発しろ、止まれ止まれ、オッケー。いやー、あの駆け引きあるよね、あえて自分のところでギリギリまで持ってて、爆発する直前に相手のゴールに打ち込むっていう、めっちゃ上手い人もいるよ世の中には。あ、危ないよ今やー、ちょっと待って、アタック、オッケー。これもう勝ったでしょ、どうあがいても、時間的にも。いや、何、まだ諦めないと。ほっ、せい、どうだどうだ。バレーは得意なんだよね、バスケット。的当ては不得意だけど、全部バレーならいいのにな。第7戦、誰だ、うわあ、憧れのリボンガールたんじゃないですか。さあ、リボンガールは、リボンガールどうしようかな。リボンガールは近づきたくないんですよ。ないんで、ダブルロックオン。近づかないでも、ロックオンに任せっきりにするっていう。これでも、2発とも撃つの怖いな。これダブルロックオンよろしくないね。あ、当たった、でもすごい距離を取って、あ、当たる当たる、いいねいいね。こんぐらい距離を取っていいんだ。あ、でもこのブロックが出てくる場合、相手で、ね、どうするわけ、どうするわけっていうか分かんないけど、
やっぱ飛んで、あ、なるほどね。登って飛んでこれを撃っていく。全然見えないよ。あ、溜まった。溜まったから使いに行こうぐらいな勢いで。今やドカーン。もう一発。あ、これ当たんないのか。ほっ。当たらんな。あ、当たった。なんか適当にやってれば勝てんな、これ。距離を取って、距離を取って、あとはロックオンでね、運、天に運を任せるみたいな、そういう作戦ですわ。もう脳筋プレイ、ここは脳筋プレイ、何のテクもいらない。リボンガールにはこれ、離れて離れて、あ、やべやべやべ、そんなバカなこと言ってる。ちょ、やらー、よーし、全部貸しちゃったぜ。ほっ、いいねいいねいいね。距離を取って、まあ基本ガードした方がいいよね、チャージはね。やばいやばい。あ、でも、あー、あ、大丈夫。でも、あとは逃げれば勝てる。あとは逃げれば勝てる。そ、いくら卑怯だと言われてもいい。私は。勝てればいいのだ。勝てばよかろうなのだ。思い出したかのように。やったー。まあ、距離を取って、確実に当てていく作戦ですね。チャージも残ってるし、次も多分勝てると思う。くらいくらい。おら、ちょっと近づくな、こっち来んな、こっち来んな。こっち来んな。オッケー。いや、なぜか2戦目落とすっていうね、失態を犯しましたが、なんとか勝ちましたね。さあ次が8戦目なのかな、これで。さあもう少しでボスが来るぜ。出たー、忍者ら嫌い。忍者ら超嫌い。忍者らはね、近づきたくないと思いがちだけど、実は、俺は、近づいてリボルバー作戦でいきますわ、これは。もう延々と近づく。延々と近づく。撃つ、撃つ。はい。痺れさせる。はいはい、危ない。これすげえ接近する。で、はい。まずいまずいまずい、すげえ接近して、ほいほい、まずいまずい、しびれさせてスタンしたところを投げてやろうという魂胆。忍者らにはこれですよ、きっと。必ず効くかは分かんないけど、はい。ああ、なぜ撃った、今ガードしてるところに。もったいないもったいないよ。ああ、そして投げられるっていうね、忍者らお得意の投げ。ダメプレイでしたね今のは。誰の目から見てもダメプレイでしたね。投げる、あ、当たんない。投げたい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 投げ、最後、いや普通に倒そう。よーし、ほとんど投げてなかったじゃん。まあでもね、これでホバーリングからのガトリング、リボルバーか。はいはい、オッケー、投げれる、投げれない、遠かったか。あのちょっと軽い感じで避けられるんで嫌だな。さあもう終わるね。せいせい、当たらね、やばい、油断したらやられるよ。回復とかも落ちてくる可能性あるからね。爆発しろ、爆発で勝ってもよかったよ。あー、うまいな、油断してたら負けるぞ。 OK、 危なかった、一回落としたしね。このままストレート勝ちするのかなと思ったけど、よかった。心配してた忍者らに勝ってるのは嬉しいね。セミファイナル。うわ、 DNA マンだ。 DNA マンは確かね、ダブルハンマーで勝ったはずだな。なんだろう、なんか基本的に回り込んで相手のアームを叩き落とすぐらいな、そういう雑な戦術だった気がするけど、これそんな感じでなんかやってた気がする。ほっ、ほらほら、こんな感じ。溜めて近づいて、溜めて近づいて撃ち落とす。なんかこれで勝ててちゃうんだけど。逃げろ逃げろ、爆発する。でもあの盾が意外とくせもんだよね。あー、見えないよ、見えないけど適当に戦ってみよう。ほっ、いいねいいね、
今やー、でや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 、あの盾でも使い方によっては強いよな。これでまた打ち落とそう。やばい、え、それよろしくない、よろしくない、それよろしくない。勝ったー。回復してからやればパーフェクトだったね。まあこんな感じでいいのかな。武器変えてくんだよね。でもね、だってこれでね、打ち落とすよ、ほらこんな簡単に。とどめだー、ドーン。 DNA マンってかわしにくいのかな。なんかかなりハンマー当たってくれるよ。まあそろそろ特徴をちょっとちゃんと把握するべきだと思うけど。さあファイナルだ。2度目かな、マックスブラス2度目なんだけど、なんだろう、強さが全然違うのと、あとこれ最後じゃないってね、実はね。ファイナルと言いながらダブルリボルバーで挑みます。いくぞ、ほっ、近づいていって投げる。意外とパワータイプのファイターだと思うね。だから近づいていってしびれさせて投げる。あー今なんで、あ、そっか、持ってきてなかったのか。投げられるタイミングじゃないよね。近づいてしびれさせると、近づいて、いくぜ、隙を見てチャージをぶち込む。いやー、そのまま KO してくれればいくら楽だったか。でもはい、まず1戦目はスルッといきました。これだけ見るとね、弱いんじゃないかなって思うけど、なんかね、ラウンドが上がると強くなってる感、気のせいかもしれないけどね。ほっ、しびれろ。当たんないね、うまいね、かわすのはね。その紫のは何なんだろう、よくわかんないアームなんだよな。くれ、当たんないよね、そんな攻撃ね。ちゃんとガードしたよ。オッケー、ちゃんとガードした時の恩恵が意外とあるよね。今や、カウンター、カウンター、こうカウンター作戦はもう絶対使ってった方がいい。ほっ、よしよし、あ、でもあっちも倒った、気をつけないと。だからといって攻めきれないとまずい。いやー、逃げたかったなー。だがまだライフは私の方が上回っている。しかも目の前に回復が、あー、はい、ちょっとまずいまずいまずい、あなんだろう、回復に翻弄されて負けたな。自分を見失っていた。ファイナルバトル、なんか回が重なるたびに強くなっていっているっていうようなことを言ったにもかかわらず、ファイナルラウンドまでも連れ込ませてしまった。ほっ、よしよしよし、このチャージをさっさと決めてしまいたい。今やー、しびれてるときに打ち込む。さあどうだ、これだけのライフ差があると、いや、その爆発も巻き込ませたかったな。いつも油断するからね、もうほんと余裕がないと思って戦うと。おりゃー、投げれるんじゃないこれ、なんで今、ああ、でも投げてたら危なかったな。危なかったもないも全部食らったけどね。はっ、危ない危ない危ない、やった気やぶねー、全然余裕で勝てないよ。いつか慣れる引くんのかな。さあ倒したけれど、実は次まだ終わりじゃないんだな。これを見たかった、これをみんなに見てもらいたかった。ついに会長が敗れた、優勝はと思いきやの、まさかのヘッドロックがここでガッチャンコここで出てくるんだね、ヘッドロックはね。これまあストーリー的な感じでは、ヘッドロックはこういう感じで絡んでくると、めっちゃ強そう。しかもこれ対マンですからね、ヘッドロックと対マンだから勝てんのかな。なんだろう、何戦って言うんだろうね、半端ねえことが。ね、どうやって勝ったかな。あ、ここも結局リボルバーなんですよ。リボルバーで接近して、しびれさせると。で、投げると。これですね。
基本これです。会長と同じ。あ、今投げられたな。ホバリングでも相手ホバリングでチャージ貯めて、まあこのしびれてでもねある程度ダメージ入ってるからね。うわー、回復されんの？それは厳しい、非常に厳しい。それはそれは厳しいって。おい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 、結構回復された今。今やー、絶対今じゃなかったよね。あ、でもオッケー、アームを壊しちゃった。ほっほっ、当たんないな。このあれヘッドロックはなんていうの、パーティーに出てくるやつとは違うから、そんなに手数も多くないし、ヒットポイントも高くない。まあそりゃそうだよねレベル7とかだったらもう半端じゃないですよ。あー、今正気が、正気を逃した感が。危ない危ないまずいまずいまずい。先に打ったもん勝ち説いけー。全然打ったもん勝ち説ではなかったねこれ。落ち着いていきたいけど、投げたい、投げれなかったー。一戦目落としたよー。もう後がない。またダブルリボリバーで上がって、普通にまだチャージが残ってるっていうね。このしかもチャージ普通に500食らえますからね、普通のヘッドロックと同じで。あ、やった、潰しちゃった、潰してやったー。コーナーに追い込んで今や投げた。あー、投げる、意外と投げ有効なんだよね。ほ、結構投げるタイミングがある、何気にこういう時とか。あ、いけ、これ入ったない、あ、入った、入ったよね。オッケーオッケー。いやー、この段差でワームが当たんないっていうのがたまにある、追撃が危ねー。さあもう次も落とせないからな、このまま勢いで勝つしかない。会長の頭にドッキングしているとヘッドロックが実は弱まる効能があるとか、そういう裏話はない。実はあまりにも会長が強い意志の持ち主で制御できないみたいな。投げ強え、200だよ一発。危ない危ない、これをできれば駆使して使いたいけど、しびれればいいのに。あれでしびれればいいのに、溜まってるから気をつけないと、気をつけないとって言いながらめっちゃ食らう可能性あり。はい、行くぜ。あー、最悪なタイミングだったな。あ、でもちょっと当たった。はい、あ、まずい、あー、よかったー、潰した。あー、まずいよ。はいはいはい、よし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 。お、回復したい、回復したい。あっちも回復してるけど、お前に回復させたくない。 OK、 かなりいいぞ、持ち返したぞ。これで攻め切って勝つ、いくぞ。よっしゃ、今カウンター、よかった、メカニッカでひるまないからね、食らってもね。よかった心臓がバクバクいってるわ。20ももらえるんですね。でこれでエンディングになるっていう流れですな。マスクについて情報が、あなたはな半端ねえ光が、会長大丈夫なのか。あれでまたいろんなとこに来るわけな、ヘッドロックが。お、会長はピンピンしてますね使ってみたいよね会長、これ使えんのかな。表彰式に移りたいと思います。伝説の会長を打ち負かしました。表彰式もこれあんま変わんないのかなと思ったけど、ここエンドロール流れるんですよ。なんで、まあ、ちょっとエンドロールはカットしておきますけども、あ、優勝者の発表、あ、このまま行くんだ。で、このままスタッフロールが流れ始めるんだよね。お疲れ様でした。はい、
これでこのまま終わって、わっしゃーいということでね、これでグランプリいけると。まあだから新エンドって感じだよね。1から3まではこれがないはず。やったー。ということで、じゃあ次回はね、ランクマッチをついに挑んでみたいと思います。それではまた次回よろしくね。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。